今日紹介する作家は樋口一葉。わずか1年半ほどの期間に次々と傑作を世に送り出し、24歳でその短い生涯を閉じた奇跡の女流作家の代表作です。樋口一葉、竹比べ。吉原に住む勝ち気な少女みどりは、ある日雨の中、下駄の鼻緒を切って困っている少年を見かけ、友禅の切れ端を渡そうと外に出ますが、それが密かに好意を寄せる信女だと気づくと、気恥ずかしさから手渡すことができず、ただ黙ってその切れ端を投げ出します。信女困りて舌打ちはすれども、今さらなんと法のなければ、大黒屋の門に傘を寄せかけ、降る雨をひさしに通って鼻緒を作ろうに、常々死なれぬお坊様のこれはいかなこと、心ばかりは焦れども、何としてもうまくは告げることのならぬ悔しさ。庭なる緑は差し除いて、ええ不器用な、あんな手つきしてどうなるものぞ、あれ傘が転がる、あれを畳んで立てかけておけばよいに、といちいちもどかしゅう歯がゆくは思えども、ここにきれいがござんす、これでおすげなされと呼びかくることもせず、これも立ち尽くして降る雨袖にわびしきを、糸いもあえず小隠れて疑いしが、さりとも知らぬ母の親はるかに声をかけて、このみどりさんは何を遊んでいると呼び立てられるに、はい今行きますと大きく言いて、その声信女に聞こえしを恥ずかしく、胸はワクワクと蒸気して、どうでも開けられぬ門の際に、さりとも見過ごしがたき難儀を、さまざまな思案尽くして、格子の間より手に持つ切れを物言わず投げ出せば、見ぬように見て知らず顔を信女の作るに、ええいつもの通りの心ねと、やるせなき思いを目に集めて、少し涙の恨み顔、何を憎んでそのように連れなきそぶりは見せられる、言いたいことはこなたにあるをあまりな人と、こみ上げるほど思いに迫れど、母親の呼び声しばしばなるをあびしく、先方なさに一足二足、ええ何ぞいの未練くさい、思わく恥ずかしと身を返して、カタカタと飛び石を伝えゆくに、信女は今ぞ寂しゅう見返れば、紅入り友禅の雨に濡れて、もみじの肩の麗しきが我が足近く散りぼいたる、そぞろにゆかしき思いはあれども、手に取りあぐることをもせず、むなしゅう眺めて浮き思いあり。最近ハマってるんですか？こう唇をこうしよう。私はこれは、いやもういいですよ、別に変な顔になって。メガネ全然変わらない、超可愛い。今日紹介する作家は樋口一葉。わずか1年半ほどの期間に次々と傑作を世に送り出し、24歳でその短い生涯を閉じた奇跡の女流作家の代表作です。樋口一葉、竹比べ。吉原に住む勝ち気な少女みどりは、ある日雨の中、下駄の鼻緒を切って困っている少年を見かけ、友禅の切れ端を渡そうと外に出ますが、それが密かに好意を寄せる信女だと気づくと、気恥ずかしさから手渡すことができず、ただ黙ってその切れ端を投げ出します。信女困りて舌打ちはすれども、今さらなんと法のなければ、大黒屋の門に傘を寄せかけ、降る雨を
ひさしに糸をて鼻緒を作ろうに、常々しなれぬお坊様のこれはいかなこと。心ばかりは焦れども、何としてもうまくは告げることのならぬ悔しさ。庭なる緑は差し除いて、ええ不器用な、あんな手つきしてどうなるものぞ。あれ傘が転がる、あれを畳んで立てかけておけばよいに、といちいちもどかしゅう歯がゆくは思えども、ここにきれいがござんす、これでおすげなされと呼びかくることもせず、これも立ち尽くして降る雨袖にわびしきを。